はい、皆さんこんにちは、たっちゃんです。今回はじゃじゃーんと、はい、立体ポッテリリスちゃんです。はい、このように箱バージョンになってますので、いろんなものを入れれます。で、こちらのパーツを挟み込むと指人形にもなるし、ね、紐を通して吊るし飾りにしたり風鈴にしたりもしてください。でね、こういう風に色違いでも作ってみてください。では、今回もよろしくお願いします。始めましょう。8ミリの丸シール2枚と5ミリの丸シール1枚黒く塗りつぶします。はい、では折ります。はい、色を下にして四角に半分に折ります。そしたら下の縁、この縁から5ミリ上を、約5ミリ上を折ります。はい、一旦開いて色を上にします。そしたらここの下のね、この折り筋をとこの上の折り筋を合わせるように折るんですけど、ここを下の折り筋をこのようにつまみ持って寄せるように、このように段折りみたいにします。そしたらこのままこうくるっとこういうふうにひっくり返します。それからこの下の折り縁と上の縁を合わせるようにして合わせて折ります。ただこういう折り方になります。そしたらまたこの下の縁から 1.5 から2センチで折ります。はい、ではこう縦長にして裏返してこのまままた半分に折ります。はい、ではここの下の縁とここのこの今折ったこの縁を合わせるようにこのように直角に折ります。で、開いてここの折り筋の端のこのライン上、ここの平行上のライン上で折ります。で、折ったら一度ちょっと開きます。で、開いて最初にこの段折りした部分、ここまでこの状態にします。そしたらもう一度このように半分にこの状態までにして、上の縁、このね M 字ね、 M 字の状態にして上の縁を1センチほど折ります。で、戻します。はい、ではこの状態に、この裏側の状態にして、この4つのこの折り筋をもう一度しっかり折ります。では次はここ斜めに折り筋が入ってると思うんですけど、この延長線上で斜めに折っていきます。要はここが中心になります。いけてるかな、よいしょ。折ったらここが白いのがはみ出てると思うんで、この茶色のね、この縁に合わせるように折っていきます。で、裏返してこちらもはみ出てるのでこのまま折ります。
そしたら開いて、先ほど折った折り筋はもうこのまま折ったままにします。そしたら今度はこちらを折り筋をつけるので、こちら側で三角に半分に折ります。たらきちっと折れてると思うんですけど、折れてない場合はここをもう少し調整してください。はい、では次、このペラペラ部分ね、この段折りした部分のこの、これが外側に向くようにします。こちら側ね。で、この向きにしてもらって、真ん中のこの四角の折り筋をこのようにつまんで折って立体付けます。で、さらにここの斜めの上の折り筋をつまんでさらに立体付けます。そしたらちょっとくるっとこちら側に向けます。ここからこう。そしたら今度はここを寄せていきます。寄せていって、ここの十字に縁を合わせてもいいんですけど、もう少しだけこのようにずらします。よいしょ。で、こちらも同じように折ります。はい、折ったらここがこの角みたいになっている部分を裏側へちょっと折り込みます。そしたら次、のりでちょっとこの辺りをのり付けして、また折り込んで、このね、先をで、ちょっと仮止めみたいにします。はい、ではこう横へ回転させます。そしたらこの部分を今度はつまんで寄せます。で、寄せるときにここが少しはみ出ると思うんですけど、この辺りで折ります。で、ここの角をここの裏側のこの縁に合わせて折って、さらに折ります。で、この時にまたここものり付けして仮止めします。はい、ではこちら側、反対側も同じようにします。はい、できたらちょっとこちら向き、このね、全然折り込んでない向きのにします。そしたら折り筋がこう残ってると思うんで、この延長線上をザーッと少しずつ内側へ折り込んでいきます。で、ここは折り筋がなくなってるんで、まあ大体この延長線上で少しずつ折っていきます。形を整えます。はい、体部分は完成です。はい、次に ×6 センチのクリーム、こちらを縦長にして半分に折ります。そしたらだいたい7ミリほど、5ミリから7ミリほどで1回折ります。はい、戻します。で、こちら谷折りになってるんで、つまんで山折りにします。で、こちらを真ん中に合わせるように、またこのつまんで寄せております。で、こちら側も同じように寄せております。だからこういう感じになります。ちょっと合わせますね。はい、そしたらちょっと裏返して、ここを少し下へ、これぐらい5ミリほど下へ折ります。折ったら少しここを斜めになるように、こういう風に折ります。こうですね。たらこちらも少し5ミリほど折ります。で、ちょっと調整しますね。
こんな感じで、はい。そしたら今度はこちらをこっから 1.5 センチほどでこのように斜めに折ります。でこちらも斜めに折って、ここを少し折り込みます。こちらも同じようにします。でちょっと調整しますね。多分 OK だと思う。少しちっちゃいかもしれないけど、まあこれぐらいで、であとはもう微調整していきますね。 2.5 センチの焦げ茶、こちらをちょっと半分に三角に折ります。でこちらも回転させて半分に折ります。でこちらこのようにちょっと重なるように折ります。でここが 1.5 センチになるように、でこちらもこの角をこの下に折ります。ここが直角になるように。でちょっとこちらももう一回調整しますね。こんな感じになるはず。こういう感じですね。でこれも置いときます。はい、ではこちら 3.75×2.5 この折り紙を縦長にします。でちょっと重なるようにこちらとこちらが折って 1.5 センチ、ここが 1.5 センチになるようにします。こういう風にね、重なるように。で裏返してもらってちょっと半分にするんですけど、ここだけちょっと軽く折り目をつけます。でこの角をこの真ん中に合わせて折ります。こういう感じで。そしたらこの角をこの下の縁に合わせて折ります。はい、これをもう一つ作ります。次 2.5 センチ、こちら三角に半分に折って回転させてまた三角に半分に折ります。で四つ角を真ん中に合わせて折ります。はい、折ったら今度この上下の角を真ん中に合わせて折って、ここは、まあここもそのまま真ん中に合わせてもいいんですけど、まあ少しだけ折ります。でこれももう一枚作ります。ではこちらの折り紙を用意します。はい、ではこちらをちょっと軽く半分に折って、ここを縁を真ん中より少し隙間が空くように折ります。こういう感じで。でちょっとこれを差し込みますね。はい、よいしょ。はい、そしたらちょっと裏返してここを少し斜めに折ります。これぐらいかな。でここの横の縁を5ミリほどちょっと両方を折っておきます。でちょっと一回戻してもらって 2,3 箇所このようにつまんで折り筋をつけます。でここを一回もう一度戻した時に戻しながらこのように折り目をつけていきます。そしたらここがちょっとね浮いてくるんで、ここをちょっとしっかりこのように折ってつまんで、こういう感じに丸みをちょっとつけていきます。はい、次 3.75 センチのクリーム、こちらをこのぐらいかな、だいたい 1.5 センチほどで折ります。でここを合わせます。一回
ね、ちょっと調整します。こんな感じで、で合わせたら角をこのように折ります。ではこのまま縁をのり付けします。でこのままこういう風に貼り付けます。ここはこのまま裏側にね。はい、次こちら、で貼ります。はい、次ちょっと耳からいきましょうかね。またで耳もここへ、この部分へ差し込みます。差し込んでちょっとこれちょっと上へ折り上げますね。そしたらちょっと折り目を軽くつけたらのり付けしてここへ差し込みます。なるべく端っこへ、横へ。でこちらも同じようにのり付けして差し込みます。はい、次これ、こちらも縁をのり付けして、よいしょ、ここへトトトトトと貼ります。こういう感じで、こうですね。では次お手手、こちらが前になります。で端を少しのり付けして、今度は斜め、ここの斜めの部分に差し込みます。で差し込んだらちょっと上上げます。ここの差し込むのも調整しますね。最後までしっかりじゃなくて少し差し込んで、このように全部差し込んだらちょっとね、あれなんで短くなるんで、はい。ではちょっと尻尾をつけるんですけど、ここ、このままの状態になってるんで少しここも斜めに裏側折りますね。こういう感じで折ったらここのり付けします。そしてこのあたりにつけます。では5ミリの丸シールを少しこのように切ります。切ってここへ貼ります。はい、次8ミリの丸シール、このままねこう貼ってもいいんですけど、こういう感じで貼ってもいいんですけど、ちょっと私少し切ります。切ってちょっと一回貼りますね。こんな感じでこちらも切って、よいしょ、これ貼ります。あ、ちょっとずれた。こういう感じに、ん？少しずれたな。ちょっと一旦貼りますね、仮に。はい、でちょっと今回は貼ってからこのようにこのホワイトマーカーで目をキラキラさせます。はい、そしたらこのマスキングの丸シールを使います。こちらを使ってここほっぺをつけます。
で、口はどちらでも書いたり書かなくてもどちらでも OK です。で、あとはこのようにね、箱、別の動画にある、この文は別の動画にあります。で、こちらを差し込んでからこの形を整えます。完成です。はい、よかったら作ってみてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。